はい、おはようございます。キャプテンヤスのバイブルトークです。今日8月の17日火曜日、使徒の働きの24章に入りました。今日短いんですね。24の1から9までです。この100人隊長、1000人隊長、そして、総督フェリクス、ね、のところに行って、まあ、保護されたと。もうすっごいやばい状況だったんですけども、ユダヤ人がもうねいっぱい集まったんですが、それ以上のね、歩兵、騎兵、装兵、総勢500人余り、470人でね、保護して、でその後です5日後、大祭司アナニアは数人の長老たちおよびティルティロ、これはねテルトロという弁護士と一緒に下ってきて、パウロを総督に告訴したと。フェリクス総督に告訴したと。でパウロが呼び出されて、このテルティロっていうのが弁護士、まあ、雄弁なで、名前からしてね、まあ、ローマ寄りというかね、まあ、ローマのこともよく詳しいんでしょうという、その弁護士を、よこしたと。でまず最初にね、フェリクス閣下のおかげで私たち素晴らしい平和を享受しておりますと、まあね、こういうことを言うわけですけども、また閣下のご配慮によりこの国に改革が進行しておりますと、ね、でその上で私たちはあらゆる面でまたいられるところでこのことを認め、心から感謝しております。さてこれ以上ご迷惑をおかけしないために、私たちが手短に申し上げることをご寛容をもってお聞きくださるようお願いいたします。実はこの男、パウロですね、まるで疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人の一派の首謀者であります。この男は宮さえも汚そうとしましたので、私たちは彼を捕らえました。閣下ご自身で彼をお調べくだされば、私たちが彼を訴えております事柄の全てについてよくお分かりいただけると思います。ユダヤ人たちもこの訴えに同調し、その通りだと主張したということで、ここまでか今日。この後、まあ面白くなるんですけども、一応今日はこの弁護士のね、このなんだっけ、テルティロがこう、まあ弁論というかね、するんですけども、普通これ弁護士雇うのはパウロの方なんですけども、一応ユダヤ人たちの方はもう絶対もうパウロを殺したいということで、こうまあ弁が立つというかね、自分たちで来ればいいのに、わざわざねこの弁護士雇ったっていうことなので、まあギリシャ寄りの、まあいろいろ知ってるこの人を選んだんでしょうね。で昨日言いませんでしたけども、昨日このリシアがパウロに、お前どこの出身よって聞きましたよね。でそれってなぜかというと、でキリキア出身でっていうふうに言ったんですけども、どうもローマ市民は自分の出生地か訴えが出された地どちらかで裁判を受けると。でどうもフェリクスはシリア州とキリキア州両方管轄していたので、訴えた場所もまたキリキアという出生地、どっちにしろパウロの、まあ取り調べというかね、それはしなきゃいけないってことがこの前の日の昨日のところで分かっています。取り調べはフェリクスがやんなきゃいけないと。でここからもう始まってるんですけども、ちょっと面倒くさいなっていうのがあるんですね。なぜかというと、ユダヤ人敵に回したくないし、でもローマの市民をこうね、なんだろう、有罪にするのもどうかと思うし、ちょっとあんまりこの裁判とかってあんまり関わりたくないなっていう中でのスタートです。で、テルテロという弁護士が出てきました。これからですね、この裁判じゃないけど、パウロの証もこの後あるんですけども、これどう考えてもね、私弁護士じゃないけども、これフェリクスも思ってると思うんですけども、よく調べればパウロ全然罪がないってことはわかるですね。だからどんな有能な弁護士でも、ちょっとパウロがローマの方においてですね、
ユダヤのそのいろんな宗教的な問題としてはいろいろあるかもしれないけども、ローマにおいてはパウロ別に何も悪いことしてないよね、でもユダヤ人めんどくせえっていうのがこの、フェリクスの今の気持ちだと思います。さあこのね、結構こう人の畑面白いですよね。いろいろこう、ここから裁判ということでね、そういうドラマとかあるじゃないですか。っていうふうな楽しみ方をして読むこともできると思いますので、ね、じゃあまた明日続きをやりたいと思います。それではまた、ごきげんよう。